丸見えじゃん。丸見えだ。SDGs という言葉が世の中に浸透した今、岡山香川に続々登場しているのがサステナブルな観光スポット。環境に優しいのはもちろん、おしゃれで SNS 映えも。一度は行ってみたい。今話題の最新スポットを一挙公開。豊かな瀬戸内海を未来につなげるという思いを込めて、サザエさん OHK 瀬戸内環境キャンペーンリセット。今日は牛窓にやってきました。ちょっとちょっと皆さん、後ろの絶景をご覧ください。すごい、すごいな、最高、めちゃくちゃな、ハワイみたいな木と確かにな、綺麗な海で最高の気分です。特にいいんじゃない、今ほんまにこの水面がすごい光ってな、うん、そうですね。ここは去年できたグランピング施設なんですが、ただのグランピング施設ではなくて、環境に優しいグランピング施設なんですって。環境に優しい、どういうこと。瀬戸内市牛窓町の樫野地区に去年の夏オープンしたグランピング施設タリ。宿泊できる大きな3つのテントにはシングルベッドが4台あり、それぞれ風、海、大地とテーマに合わせたインテリアとなっている。実はこのグランピング施設が環境に優しいというのだが。こんにちは。あ、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとここの場所がすごい環境に優しい場所っていうのを聞いたんですけど、はい、そうなんですか。そうですね、こちらのグランピングはサステナブルをテーマにしておりまして、はい、各所にサステナブルなものを使ってる廃材を使った部分がございますので、よかったら探してみてください。廃材を使ってるんですか。はい、ここもう今使ってます。もうはい、使ってます。こちらはバーベキューを楽しむ場所だが、誰かの家で使われていたカーテンとか、これは違う、残念、違います、違います。あれ足元とか、まあ、足元ちょっと上の方。あ、はい、ありました。え、何ですか。この土台や、ここの、この木の下にある土台の部分、これがね、こうなんか印字してあったりとか、なんか何かに使われてたんやろなっていう感じの。そうですね、こちらハイパレットを使用しております。あれだ、コンテナとかのこうバカってやるやつ。そうです、正解です。はいはいはい。ウッドデッキの土台の部分にはゴミとなっていた業務用のパレットを使用。さらに周りに敷き詰めているガーデニング材は廃棄された屋根の瓦を砕いて利用している。他にも再利用している部分があるんですけども、例えばこちら何だと思いますか。ロープなんですけど、はい、実は柵に使われているこの長いロープも元々はゴミ。これ船の停泊用のロープなんです。おだからこんな太いやつなんや。なんか頑丈じゃないといけないから。確かに結構こう汚れがねあって、使い古しているなっていう感じはしますね。そうですね、こんな再利用されて、しかもなんかちょっとおしゃれな感じで、すごい発想だなと思いました。本当にすごい発想だよね。でもなぜ様々な廃棄物を再利用してグランピング施設を作ろうと思ったのか。環境に優しいグランピング施設を作られたきっかけっていうのは何ですか。そうですね、こちらのグランピングの会社の母体がインテックスホールディングスという産業廃棄物処理業を運営している会社でございまして。実はこのグランピング施設タリの運営母体はインテックスホールディングスという産業廃棄物の処理や空き家の解体などを行っている会社。解体とか、そういった時に産業廃棄物が出るんですけども、単純に燃やして処分されるとかいう
だけなんですね。それって非常にあの環境にも配慮されてないしもったいないなっていうところで、何か他に活用できないかっていうところから、こういったまあグランピングを作るきっかけとなりました。産業廃棄物やからもうこういう船のとか、はい、いろんなのが、はあ、だからただ単にこう燃やされるだけというのはもったいないなって思いがずっとあったんですか。そうですね。ゴミに新たな価値を与えたい、その思いから始まったというサステナブルなグランピング施設。絶好のロケーションを生かし、今大人気のサウナも。お、え、お、お、お、すごい。海丸見えじゃん。丸見え。サウナをしながらこの絶景ですか。そうですね。とんでもなく整うんじゃないですか。めちゃくちゃ整います。もう一つ整うポイントがございまして、何ですか？じゃあ瀬戸内海ですね、はい、こちらがあの水風呂になってますので、出た、このまま降りていって、はい、嘘でしょ、瀬戸内海を水風呂に使うんですか。これはいいね。こちらあのシークレットビーチになってまして、はい、もう本当に貸し切り状態で利用できる海となっておりますので。マジか。サウナで芯から温まったら、目の前に広がる天然の水風呂へダイブ。海水が苦手な人はドラム缶や樽の水風呂もあるのでご安心を。他にも廃材を使って作られた絶景ブランコに乗ったりと、楽しみながら環境問題を学んだ5人。実はあのもう一つサステナブルなポイントがあるんですけども、よろしければ行ってみますか。行きます。まだあるの。もう一つあります、グランピング施設からおよそ600メートル離れた場所にあるビニールハウス。あー、ちょっと待って、目の前にほら、あ、近くで見たら、バナナですか。バナナです。うわ、やばい、ジャングル。ジャングルやね、これ。おっきい。瀬戸内市牛窓町の温室で育てられるおよそ130本のバナナの木。サスティナブルな場所でっていうのを言ってたんですけど、はい、どういう関係があるんですか。こちらは、はい、あの廃材を燃料として燃やして、その燃やした時に出る熱エネルギーを利用して温室空間を作ってるんですよ。ほう。ハウスの中の温度は25度から30度に保たれている。そのためのエネルギーを作っているのが実は廃材。家を解体した時に出る木材などを燃やして熱エネルギーにしてハウスを温めているのだという。そして収穫したバナナはスイーツに加工し、グランピング施設などで販売。これぞまさにサステナブルな循環。いただきます。とろける。すっごく美味しい。そして想像以上にバナナの風味がふわっと広がります、もっちりとした食感で、糖度は最高25度まで。すごい、25度、はい、めちゃくちゃ甘いじゃないですか。めちゃくちゃ甘いですね。今どんな思いでこの設備を運営されてますか。そうですね、あのやはり産廃業というものはあまりいいイメージがないんですね。でその良くないイメージというものを払拭したいという思いと、あと、まあ、こういったグランピングとかカフェとかを通してもっと皆さんにもあの環境に興味を持っていただきたいなっていうことと、から母体が産廃業だからこそこういったいろんなことに取り組まれて、まあ、思いも熱いですよね、その分。そうですね、本当よりその環境を身近に感じられるようになるにはどうしたらいいかなっていうことを常に考えながら、あの運営させていただいてますね。そうか。香川にもサステナブルな観光スポットが。高松市阿智町に去年11月に誕生した阿智サーキュラーパーク。広々とした建物の中に並んでいるのはゴミ処理施設で灰ガラスを原料に作られたグラスなど
環境に配慮された雑貨や日用品だが、藤本アナが何かを発見。カラフルな、糸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 を食べたやつ。それぞれなんか量も違うし、あんまりなんか普段見ないタイプの糸だな。そうですよね、全部見ないし、この配置も見ないですよね、置き方も。いらっしゃいませ。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか気になりました、こちら。これ、はい、売り物ですか。これ売り物なんです。このお店の2階がセーターの工場となってまして、そこで出る、どうしても最後余ってしまう糸を今までは廃棄してたんですけども、はい、このお店を作って、でちょっと試しに売ってみようと。実はこの施設を運営するのは100年前呉服店から始まった老舗アパレルメーカーの中庄司。セーターなど服を作る中で、これまではゴミとなっていた糸の余りや布の切れ端を格安で商品として販売している。例えばこういうやつ、はい、むちゃくちゃあるじゃないですか、はい、これも余りになるんですか。余りなんです。これでも実はセーター、1着作ることができないぐらいのこれ量なんですけど。あ、はい、これで、はい、そうなんですね、はい、これが捨てられてると思うとちょっとね。そうなんです。ねえ、もったいないな。さらにこんなコーナーも。大好きな文字見つけた。私もちょっと見つけちゃいました、ね、0円って書いてる。え、本当に古着交換って書いてますよ。ずらりと並んだこちらの服、値札を見てみると0円って書いてます。え、全部他の服も？ちょっと待って、0円って書いてます。待って、全部0円。もしかして全て0円の古着コーナー。誰かがいらなくなった服をまた誰かに着てほしいと持ち込んだものだという。一応レジはみんな何か書いてる？全部0円。3点も買ったのに0円って、もう夢のような感じ。確かにな。これを持って帰っていただいて、その代わり、次自分のお店に来るときにいらなくなった何か服かおもちゃか本かをここに3つ持ってきていただいたら0円交換がそこでできると。なるほどね。後日でもいいですか？後日でも大丈夫です。そうなんや。今一番はどんな思いでこの施設を運営されてますか？昨今アパレル業界、非常にこう環境っていうところは問題になっている業界ですし、大量廃棄ですね、そういったものが少しでもなくなることができればいいと思いますし、この施設を通して地域のいろんなものが循環することによって持続可能な地域となっていくっていう、何かお手伝いできたらいいなと思っています。今身近なところで続々と増えているサステナブルな観光スポット。自分から頑張って環境を取り組むんだとかじゃなくて、こうフラッと来たら環境に取り組めてたっていうところが、こうだんだん増えてきてるわけだから、すごい実感できて嬉しかったです。うん、すごいなと思ったのが、やっぱいろんな業種職種の方がそれぞれ自分たちができることをして、で環境を守っていこうっていうことをやってらっしゃるじゃないですか。で、僕らが思ったのは、こういう番組を通してそれを伝えていくっていうのが僕らの役割なんだなっていう。そうですね、ね、思いました。今よりもっともっといろんな形のこうサステナブルなスポットが増えてくるでしょうし、それを私たちもいろいろ訪れて勉強したいですよね。うん、なんか身近に感じやすかったですよね。確かに、なかなか難しいことじゃないよっていうね。そうですね。肩の力を抜いて楽しみながら環境問題を学ぶ。サステナブルな観光スポットが増えれば SDGs がより身近になりそうだ。うわー、イエーイ。